こんちくわ、こんばんは。現在の時刻は9時半です。はい、勉強してました。疲れました。ということで、とても疲れちゃったのと、あと集中力が切れまくりということで、この前のテストだったかなの時に、ママとね、夜コンビニまで歩いて行って甘いもん買って帰ってくるみたいな、あれやった後は結構集中勉強できたりとか、まあ気分転換になるんでね。まあでもまだね、この年齢的にこの時間だと一人では行けないので、ママ連れて行こうかなと思います。パパは多分編集だと思うんで、パパだと絶対車で行こうって言うだろうから、ちょっとママとダイエットも兼ねて、まあ、近いんだけどダイエットも兼ねて歩いて行こうぜっていうのを伝えたいと思います。ママー、あら、ママ何？聞こえてなかった？何も？やば、撮ってんの？撮ってるよ。いや、何？散歩行くぞ、コンビニまで。なんで？集中力切れたんだよ。何何？集中力だから、うん、集中力切れたの。何もできなくなっちゃった。まあ無理できない。まあ何もできない。まあ今日早帰りでずっとやってたもんね。図書館行ってさ、そう、マックで勉強して帰ってきてまた勉強して。大変ですよ。行こう。え、なになに、散歩ってどこに行くの？コンビニ。あ、コンビニ。コンビニ。うん。おやつ買いに行くの？うん、それママもウィンウィンでしょ。そしたら、そうだね、甘いもの買えたら、私もウィンウィンだからさ。で、パパのも買ってってさ。はいよ。で、ママさ、回ってんのって言うけどさ、カメラ回ってなくてこんなめちゃくちゃ喋ってたらやばいやつだよね。今思ったら。でもほら、喋ってんの知らなかったからさ。ママって1回目読んだらさ、聞こえなかった。聞こえなかった、お風呂洗ってたから。ママらしいやん。え、じゃあ今から行くの？今から行こう、9時半だから。あ、ほんとだ。私一人じゃいけないねんで。危ないからね。まず行くよ。はい、じゃあ行きましょう。レッツラッゴー。寒いとか言って、なんか何でも、あ、影もで、ママ影も、影ぐしゃぐしゃだから。あ、って思い出した、お団子がしかそうそう、しかる事件。はい、もうちょっとグッて曲げて、ハートっぽくして、なんで？寒いらしいですよ。どうだ、新しくなってる。ウェーブボードやりやすいよ。懐かしい。めっちゃやってた。そうだね。じゃあ急いで行きましょう。よいしょ。着きました。もうね、すごい悩んでるわけ。いろいろ食べたいんです。0キロカロリー寒天ゼリー。あれ、これにしなよ。やだね。なんで？ママの方がいいよ、それ。まあ、それ10個くらい食べなくちゃいけないからさ。私もだよ。今ね、このスイートポテトとかぼちゃの滑らかプリンってのに。あ、美味しそうだね。ママこれがいいでしょ。それもいいし、このミルクプリンになって美味しそう。あ、でもさ、見て。ママがいい。これめっちゃ美味しそうじゃない？カルネ食べてみたい。ほうじ茶パフェだって。カルネ食べてみたい。うん、食べればいいんじゃない？1個しかないんだよ。うん、1個で。やだよ、無理。やだやだやだ。できる。これとなんかタラタラでも食べなきゃやってらんない。そうか。じゃあ頑張ってランチください。はい。食べました。はい、行きますか。ママ持って。出た出た。出る子だからしょうがないですよ。そうか。でもちゃんと友達と遊んでるとき自分で持ってんのかもしれない。ねえ、いいな。じゃあ行きましょうね。はい、はい、ただいまモス。じゃあ簡単に買ってきたものを紹介していこうかなと思いますとる。はい、じゃじゃーん。これ私の甘いもんです。抹茶好きのための濃い宇治抹茶ババロアってやつ。
ババロアってなんじゃって感じなんだけど、なんかプリっぽいらしい。ママ情報です。でこちら値段が270円でした。生クリーム乗っかってる、なんかあの抹茶クリームフラペチーノに見えてくるね、スタバのやつ。え、なんでこんなピント合わないんだろう。すみません、ピントが合いません。どっかに合ってんだろうな多分。はい、次ではじゃじゃーん。はい、こちらママとパパのです。ふんわり宇治抹茶シフォンとふんわりクリームシフォンで、こっちが330円でこっちが360円です。はい、美味しそうですね。はい、続いて甘いものじゃなくてお菓子的なものを買いました。お菓子的なっていうかお菓子ですね、買いましたので紹介します。はい、じじゃーん、食べっ子動物です。こちらの値段が50円でした。食べっ子動物さ、マジで好き、うまい。で続いてじゃーん、いちご摘み。私このねチョコめっちゃ好きなんよ。はい、こちら61円でした。びっくりじゃない、これよりこっちの方が安いんだよ、びっくり。続いてはじゃーん、おっと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 大好きです。こちら値段が105円でした。パンダです、パンダ。どれに、あーこれだ、ピント合ってたの、なるほどね。続いてはじゃん、うわこれママだ、めっちゃ美味しそうなんだけど、マカダミアクッキーです。5枚で64カロリーいいね。こちらの値段が178円でした。うんでうんでうんで。続いては、はい、じゃーん、パパの羊羹です。パパ羊羹大好きなんですよ。こちらの値段が78円でした。私羊羹あんまりね好きじゃないんだけど、パパ大好き。私あの、芋のさつまいもの羊羹めっちゃ好き。続いてはじゃーん、もちもちチョコブレッド120円です。これ明日の朝ごはん、私マジでこれ好き、本当に好きです。味がね最高。これさ、何カロリーどんぐらいあるんだろうね、いつも食べてるけど、そのいつもがさ227カロリー。え、どう思います朝。でも私いつもジャガバタ食べてるから、それよりかはカロリー少ないのかな。で続いてはじゃーん、ミチアサイダーキャンディーです。これマジで好き。こちらの値段が158円でした。私のね部屋にねこれね引き出しの中に入れてたら、パパにめっちゃ取られた。だからパパ専用の買ってきました。続いてはじゃあラストですね、ミルキーはママの味。こちらの値段が200円でした。包紙で遊ぶレアガラパート2秘密の手紙だって。だって一回さ見てみるよ。あ、小吉違うよ、私はさ手紙のやつ気になるんだけど。あ、なんかガバって包みを開けた時にその2つのやつがこうやってくっついたらいいみたい。まあ、これはもう食べてからのお楽しみだね。まあ、でも小吉あったからいいんじゃない。大吉ってさハートなんでしょ。メルキ楽しいよね。ちょっとあのお手紙のやつ楽しみ、もしあったらインスタのストーリーかなんかであげますね、お楽しみに。とりあえず買ったものは以上です。はい、というかこの後ママとパパと3人で、甘いものを食べ終わった後にあの勉強します、頑張ります。今日はねちょっとあのママに感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャッ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 ハッピースマイルって感じなんですけども、夜のお散歩行けたので良かったです。すごい短い時間だったんですけども、いい息抜きになったので良かったです。まあ、この調子で、ワーク頑張りたいと思います。もうテスト期間なんでね。それでは今日はありがとうございました。言いますけどお菓子系はまた明日から食べるので、勘違いしないでください。はい、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。